久保ゆりかアルマキア情報局。皆さんこんにちは、徳井空です。皆さんこんにちは、久保ゆりかです。徳井空、久保ゆりかアルマギア情報局。この番組は歌姫音楽プロジェクトアルマギアプロジェクトの魅力や楽曲を私たち2人がお伝えしていく番組です。イエーイね、知ってる？何？ウェイ系の人本当にウェイっていう説。え？やってた？水道で。やってた。私がこの間カフェにおったら、こっち側に男の人が一人こう、座ってたわけ。うん、したら仲間が来て、で、その人はあんまりウェイ系な雰囲気じゃなかったのに、仲間が来た途端、ウェイスイッチがオンになって、ウェイっつってこう、トンスコトンスコってやってたよ。うんうんって。飲む時こうやってた？どうか。イェーイ三択飲みタリーズに三択飲みしてたしてなかったけど、もうするかの勢いで、うん、ウェイって言ってた。やっぱ挨拶でやっぱね、こんにちはの代わりみたい。やっぱり、あーなるほどね、言ってたよ。ウェイ、あ、どうみたいな、え、なんかこのうわー、なんかこうなんかツーン、え、なんかツーンがツーンみたいな、イエーイそう、ニューズボンになっちゃってなんかあるよねえ、でもとそうそうみたいな、なんかアルプス一万尺みたいなのが始まる時さ、なんかあるじゃんベイマックスになっちゃう。なんかやってたよ。あ、本当、うん、本当にやるんだ。本当にウェイって言うんだと思って、タリーズで、うん、ウェイっつって。わー、でもそこの翻訳機はないから、なんとなくウェイって言ってるなぐらいしか分かんないってこと。そう、だから出会ってすぐもう2人がお待ただから、多分お待たせっていう気持ちとか、こんにちは久しぶりとかっていうことも全部、まあ、ニュアンスとして含まれていたりするのかなって。ハローみたいなことだ。そう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 、ごきげんようみたいなところなんかなって。ちょっと本当に言うんだね。言ってた。私たちも今度ちょっと待ち合わせしつつやってみる、それっぽい感じで。ウェイ絶対やらないでバラハしながらうんバラハ今って言われるよね絶対にめっちゃ好きじゃんベイマックスってなっちゃうじゃん。ずっと好きなんだなって思い大好きなんだなってなっちゃうね面白いねそれは。あ、そう、うん、じゃあちょっと皆さんも街中でそれっぽい人を見かけた時にちょっと注目してもらえれば、うん、だからウェイ系ってみんな言ってるけどさ、うん、本当だったんだ。本当だよ、そりゃ言われるよ。ウェイ系だって言ってんだもん。そうだよね、うん、確かにセミと一緒だ、うん、掴んじゃったもん。そうだよね、証拠掴んじゃった。確かに確かに、いいセミの名前もさ、うん、ほらセミの鳴き声からこう取ったりするでしょ。セミ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 ってこと？じゃあつくつくすごい人かセミセミミミセミとかよ。そうネタみたいだよね。まあ確かにセミセミセミ言わないでしょやってくれそうだけどね、なんかありそうだよね、うん、確かにチョコプラさんとかありそうだけど、ミミゼミとかあるでしょ、うん、だからそういう感じ。チョコプラだったらでもさ、やっぱさ、機械になっちゃうんじゃない、うん、どういうこと。なんかセミセミの、うん、機械のセミ、セミ、どういうこと。機械のセミになっちゃう。やっぱさ、なんか使いこなよく機械出てくるじゃん、だって、うんうん、チョコプラさんのネタは出てくるね、うん、だいたい小沢さんが作ってらっしゃるもんね。そう、機械が出てくるから、うん、セミ捕まえる機械か、そうそうそう、セミをこう7日間閉じ込めておく機械かも。泉元彌さんの感じでセミにセミセミって言ってくれるかだよ。セミセミセミ、 セミありそうだけど、ね、そうだよね。ぜひ聞きたいですけど、聞きたい、うん、QR で貼ってたら、ね、いらっしゃるかもしれないから。聞きたいよね。これ久々にエンタでさ、うん、キングオブコントでやってた、うん、なんかさ、地下にさ閉じ込められてるさ出してくれどこだ出てこ、誰だよ。あれめっちゃ好きなんだよ、ね、私も大好きで、ずっと聞かないっていう、あのやつでしょ、ずっと聞かないっていう、そう、おい、これなんだとか言ってなんかまたまさか洗脳マシンみたいなもんできて勝手につけちゃってうわってなるやつ、あれ大好きなやつ。この間や久々にやってて感動した。あー面白いもんね、あれ面白い。確かにあれ最近ね、やっぱ違うネタですごくね、そうなんだよね、フィーチャーされてる時やっぱそうなんだよ。
うちら見てた時そのね、あれも好き、そうそうそう、コント面白かったからね、はい懐かしいな、めっちゃ盛り上がってたね、だいたい他にもいろんな人いる時2人そういうの見てケケケって惹かれるっていうの多かったよね、そう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 、懐かしいですわ、いいね、いいですね、やっぱり最高ですね、最高です、ということで、うん、今日も楽しくお届けしていきましょう、はい、アルマギア情報局スタート。この番組はアクアアリスの提供でお送りします。得意空久保ゆりかアルマギア情報局改めまして得意空です、久保ゆりかです、あ見たくなってきちゃった、見たくなっちゃったじゃん今、あなんかめっちゃ面白いもんちょうどこのね、あのオープニングとの間で作家さんもしてたから、あ俺面白いよねって盛り上げちゃった、ね、あれめっちゃ好きだな、今ちょっと待ったらパッて見よっか、改めてちょっと見てみたいと思いますけれども、はい、じゃあちょっと皆さんからの今日はメール、はい、紹介していきましょうかね、紹介していきましょうよ、早速ですが、お名前滋賀の Y さんからです、ありがとうございま す, います、徳井さん久保さんこんにち は、こんにちは、初めての投稿をさせていただきます、ありがとう、今までずっと気になりつつ、うん、聞き逃した当初のアーカイブを聞いてから、うん、という思いがあって、うんうん、聞けずにズルズル来てしまいました、うん、ですが9月に関西でイベントがあると知り、お盆の連休もあってついに全話アーカイブで視聴させていただきました、うん、予想以上にフリートークが多くて驚きましたが、うん、空丸としかちゃんの楽しいトークに引き込まれ、うん、2日間で追いつきました、うん、今日マフの出張版でも軽快なトーク楽しみにしています、頭痛くなっちゃうそんなね、ね、2日間でうちらのそうギュッと詰め込まれてるわけじゃん、うん、うちでは期間空いてるからさ、うん、なんかあの話したっけとかしてないよとかでさ、もう一日終わってる時がさなんか歯がどうのみたいなしてないよっていうそれだけがずっとしたつもりでどれも聞いてないっていう、歯の話したじゃん、噛み合わせの話みたいなこととか言っ て、そう揉めてもう丸々一回終わってるやつとかさ、ジャガジャガジャガみたいな感じ終わるよね、それもあと2日でギュッと見られたらさ、2つ前のやつでいや言ってたやんってさそうだよ、ね、思われちゃうな、確かに確かに、うん、そうだね、よくそれでもなお新しいやつ聞こうと思った ね、ありがたいよ、うん、ありがたいです、よくついてきてくれたよね、どの辺で心が折れそうになったかちょっと教えてほしい、そこは教えてほしいね、確かにあの瞬間だけは本当にもう無理でした、ね、私の予想ではもうエヴァの話しかしてなかった時だと思うそんな時あったっけ多分あった気がする、一生ねあったよね、エヴァンゲリオンの話しかしてないかあったの、いつ、そうだよ、そう応援上映、応援上映、ちょっとそれは覚えじゃないですけど、なんだっけな、そう言ってね、言ってて、いやこの人たち結構エヴァの話しかしてないみたいになってたのよ、そうそれだけ覚えてる、結構前、昔、うん、そうかも、昔二人で行った、うん、行った行ったっていう話から多分めっちゃ盛り上がっちゃったんだと思う、うん、やばかった本当に、覚えてないんだよ誰も、なんでだろう、すぐ忘れちゃうな、そうだよ、だから赤組よ、そう赤組あるんだもんねYouTube チャンネルがあるんですよ、たまにめっちゃヒットした時お互いにこれ面白かったねって送り合ったりするんだよねそう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 。なんか冷静に見ても私たちもそう赤組見てるから自分たちの、うん、冷静に見ても笑ったわみたいな、いや面白いよね、やってますけど面白いよね、ありがとうございます、私たち面白いよ ね、そうなんですよ、私たちもね面白いなと思いながらいつも見てるんですよアルマギアね、ありがたいです、ギリギリのラインをいつもね生きてますけど、そうなんです、じゃあ続きまして、はい、すみさんからいただきました、ありがとうございます、そらまるしかちゃんこんにちは、こんにちは、先日親知らずを抜いてきました、あー出た出た出た、私の歯は、うん、私の場合は歯を抜いている途中が怖いとか、うん、後で腫れたということはなかったのですが、あーよかったね、血がなかなか止まらなかったり傷口が痛かったりと、うん、やっぱりある程度余裕のある時に抜いた方がいいなと思いました、今まで親知らず抜いたエピソードを話す人は怖い方に持ってるんだろうなと思っていたのですが、そのくらいの覚悟をして抜きに行った方が間違いないと思いますっていう普通のいやいや違う違う違う、もう本当に運が良かっただけだよ、いやこの人が、いやでもほんだって空以外にそこまでやべっつった人やっぱいなかった、いややばいけどね、で下めっちゃ痛いんでしょ、うん、でも上はマジで大丈夫って、うわーよよよ、ええ上は大丈夫だよ、上も上もそこそこやばいよって言ってたって、まあまあ痛いよ、うん、でも全然大丈夫ってことはないし、血が全然止まんなかった、うん、大型だろうね大型は血止まりにくいらしいから関係ねえ、絶対関係ない、統計的な問題でしょそれね大型の割合と一緒だったんじゃない、止まらない人の割合が、いやみんな怖い方に持ってるって言うけどさ、うん、
逆にだって親知らずよりさ怖いことそんな日常に溢れてなくない？あるでしょ。あるかな。いくらでもあるでしょ。親知らずが一番やばいと思うけどな。そう、うん、そう痛かったもんだって親知らずね、うん、怖いし。でもソラが抜いたこと知らなかったの？いつ抜いてたの？そもそもいつだろう。大人になってからでしょ。大人になってから私と出会ってから。うん、全然。なんで教えてくれなかったの？出会ってからもう4回も抜いてるよ。えそんな腫れてるのも見たことないし、そんなげっそりしたのも見たことないよ。あーひどかったで。そんな空があんだけ言ってたんだって1ヶ月は引きずったじゃん。じゃあそうだね。いやうーんどうでしょうかね。言ってなかったよ。1ヶ月待ってなかった日ないじゃんうちら。それは嘘。キュン。いや痛いんだって。抜いたことないでしょ。ないんだって。抜いてみなよ試しに。試しに抜いてみな。本当私本当もうこの話した時にマジすぐ抜きに行こうと思ったんだけど、まあ、言ってたね。なんかもうめちゃくちゃいやマジで痛いからって言うからもうすごい広いちゃって、うん、やばい。もう地獄の底だよ。だから行ってないよ空のせいで。え、でも邪魔に邪魔に なんない？なってるよ。じゃあ抜いた方がいい。何なの？抜いた方がいい。え、本当？抜いた方がいい？いや、絶対痛い。次の日休みだったらどうにかなるんだよね。一日休みでいい？そう。移りは、まあ、少し。移りはあれだけど、うん、アルマギアだったらいいって言ってたもんね。そうそう、大丈夫。ちょっと喋りに難が出ちゃうけども、そうそう、アルマギアだったら、まあ、情報局だったらいいって言ってたわ。アルマゲ情報局の前日に抜いてこれば、うん、これがなんか夕方収録だったらギリ平気か、うん、かな日中にね、うん、パンパンになっちゃうけど。よくだってさ最近やっぱ2本一緒に抜いたりする人やっぱ結構多いんだよね。そのすごい。そう、お仕事でやっぱそう、うん、休みと なんかその通るタイミング1個抜いて1個抜いてじゃなくて、うん、もう休み1日取るんだったらもうその前日に2本パッパーンって抜いちゃって。強危ないよ。そうだね、びっくりしちゃうと思う。だって、うん、骨2つなくなるんだよ。そうだな。相当だよ。確かに大イベントだと思う。だから本当に慎重になった方がいい。ほら結果ちょっと難しい方に持ってってんだよな。いや本当に舐めない方がいいよ。分かった分かった、うん、分かった。名前がもうやばいじゃん。親知らずだよ。親がわざわざ見ないから、ね、そんな名前つける？つけるよ。除骨肋骨親知らず。おかしいでしょ。言い方だよ言い方。おかしいよ言い方なの。あでも海外だとなんて言うんだろうね親知らず。え、ね、なんとかノーペアレンツ。ノーペアレンツだよ。みんなクスクスクスだよ。クスクスクスしてるよ。なんて言うんだろう。なんて言うんだろう。またじゃあ。でもみんなも入るよねきっと。あでも入らない人もいるんでしょ。本当に入ってこない人もいるし、入って干渉しない人もいるだもんね。うん、確かに。でも日本以外も入るよね。日本人入るんじゃない？でも、ね、海外の人の方がさ結構もう結構。小さい時から矯正とかするの早いんだよね。早い、うん、その歯に対する結構なんか気持ちが、うん、意識が強いから、だからもしかしたらないのかもね。あ結構早々にもうちゃんと固めていってるからないんじゃない、うん、もう親知らずの子ができた時にもう取っちゃうのかもしれないね。そう粒があるしね。もう、うん、そういうことですか。いや本当に、はい、お大事にしてください。また歯の話しちゃったよ。だから、ね、長めの本当に、うん、また話しちゃった。危ないですから。もう油断ならない。もう終わったね。8月7日でしょ。まだ油断できない。とっくに終わってるから、ね、抜いた後もさその穴にさ米が入るだの、うん、入らないだのさ、うん、ぐちぐちってちゃんとうがいしないといけないし、どういう状況ちゃんとうがいしないと、うん、米を含んだまま歯茎が塞がっちゃうとさ、うん、もうなんつうの米じゃん歯茎じゃんこうやってちょっと何も途中入ってこなくなっちゃった。歯茎の中に米が取り込まれちゃうから。あーそれは大変だな。でしょ、うん、そうならないようにこういっぱいうがいしなきゃいけないんだけど、うん、うがいをすると、うん、その結局傷口が塞がろうとしてるのも防いじゃうから、うん、固まりにくいわけで、また血も止まんないわけよ、うん、どっち選んでももう地獄なわけ、うん、地獄の底です、うん、親知らずは、うん、お大事に、うん、すみさん終わったね。うん、終わった。気をつけんだよ。私持って帰ってこれ。ああいらないよ。しかも1ヶ月前のやつだからもう放送の時でも1ヶ月経ってんだよこれ。どうなったかちょっと経過をお知らせくださいね。いいスミさん、うん、いらないから。うん、ちょっとどこを抜いたかだっけ。徳さんにもリプ飛ばしてくれ。直でリプ飛ばしてください。お願いします。
ということで、はい、皆さんメールたくさんありがとうございました。引き続きメールお待ちしております。さあそれではここで1曲お届けしましょう、うん、ディーバクルシュでアルマギア。できないけど、うん、2人でやったらできるかっこ楽しいものにチャレンジしていきます。はい、それではリスナーさんから届いた2人でやったら楽しいものを紹介いたしますよ、うん、マギアネーム4丁目さんからいただきました。ありがとうございます。腕相撲はどうでしょうか。うん、実りのない虚しい自分一人の努力を一人相撲と言ったりもしますが、確かに、あ、2人で取る相撲だからこそ実りのある楽しい時間がそこに生まれるんだと思います、うん、相撲だと怪我が心配なので腕相撲ということで提案させていただきます。優しいね。でも私たちなんか手押しみたいなのもしたよね。手押しやった。それも危なかったよ。手押しはね本当にね、うん、私下手くそなんだよね。そうだね、その感じはすごい出た、うん、そうなんだよ。押し押しなのに負けるみたいなとこね。そうなんだよね、あれは難しいんだよ。動かない方が結果勝ちなんだな、あのああいうゲームはね。全然動かなくてもさ、なんかもう、うん、受け流す術がないんだよね。どうしようもない、どうやっても負ける。吸収しがちだからね。確かに確かに、でこれ本当だといつも長いだとあれか、一人でまずやるんだね、うん、一人相撲吹き取り腕相撲をするってことだと思うんだけど、こう右バーサス左でってこと。そうそうそう。でももうそれ、でも右の方が有利じゃない、これ聞き手の。でもさ、右だとこう己にぶつかる恐怖心が脳が勝つか、多分私左の勝ちだと思う。左頑張ってほら応援したらいいんかな。でもそれか、まあでも一緒か、私多分ここからもう一生動かない、ただ震えてるだけかも。その前になんかこの辺がちょっと痛くなってきそう。そうだね。あ、ほらなんか、ね、こういうさ何かが降りてきてる時に勝手に震えるみたいな。そういう刻み方しちゃう、私エクソシスト的な感じになっちゃうかな。うん、私の意思とはもう今関係なく震えてるもん。そうだね、うん、強く祈ってる。あ、すごい、なんかそうでしょ。え、どういう意思で今そうなってる。え、お互いが勝とうとしてる。今のとこどっちが優勢。ないのよそういうの。あ、ない、うん、もうここ同じぐらい。これ以上もう息もしないし、息もしない、うん、でもその反動が続いたらさ、どっちかに触れちゃうんじゃない。ほらほらほら、こんなくなってきた。ちょっと肘が痛いよ。これ肘が痛くない。肘が痛くなっちゃう、うん、私も肘が痛いから早々にやめちゃったよ。そうだね、早めに私の見ながらさ、早々にやめたよね。ね、私負ったよね。いやしかちゃんのがやっぱ肘丈夫かなと思ってさ。勝負どういうやつ。いや、しかちゃんのが今朝どうなん、どちらかといえば骨は出てるよ2人とも、うん、あ、じゃあ結果2人で腕相撲しろって言ってるけど、でも肘痛いもんね。そうだね、空中腕相撲にする。じゃあそうだね、うん。すごい、あっちです。
誰のネタだっけ、ね、空気階段のネタね。すぐ私って今空気階段になっちゃうからね二人で今ファーンって浮かんじゃって調べてもらったらいいと思うんだけど。調べてください。空気階段出てくると思いますそうだねそうだねでもさ、なんつうの、つくところがないけど、まあ触れたなと思ったらか、いくよ、うん、レディーゴーちょっと待って今何が面白いって足も二人で見えてないんだけど足もさすがやってるから絶対そら不利なんだよ、外側に足あるからあ、でもねこうひねることによってシカちゃんの足が今内側に入ってて私の足が外側にあってシカちゃんの足を私がギューって挟みながらグーって取ろうとしてるじゃあもう一回こう俺もう二個目さレディーゴー負け負け、ほら余裕だ、やっちゃった。ああお腹痛いお腹は攻撃してないよ、足足マネーすぎる、負けていいよ、全然負けていい、あ、ほんと負けて大丈夫です、ありがとうございます以上ですね、でした。空中いいね、おう、空気相撲じゃんこれって、もうほんとちょっとえちょっと空気相撲だった、いい空気、いろんな空気混ざっちゃった今ネタがいろいろ混ざっちゃった、空気腕相撲です、うん、空気腕相撲 で、うん、良いと思います、はい、楽しいんでこれは台がないとこでもできるからさ、そうそう、痛くないですね、うん、電車のボックス席とかでやったらいいと思うで2人の距離が一気に縮まるもんね、そうだよ、足も今もう完全に絡めてたから、うん、ぜひぜひやってみてください。ということで引き続き一人でやるより二人でやった方が楽しくなりそうなことだよ募集中です。以上デュエットチャレンジでした。徳井空、久保ゆりか、アルマキア情報局、最強デュエット決定戦、はい、うん、少女と少女が織りなす物語であるアルマギアにちなんで、リスナーから届いた最強の組み合わせを私たちの独断とランキングにしていきます、うん、独断でランキングにしていきます、はい、はい、今は、現在暫定ですね、はいはいはい、1位強いんだよね、冷房と毛布、2位おじいちゃんと柴犬、12位クリームソーダ、うん、240位ショートヘアとスカート、うん、などですまあ県外が多すぎね、県外も、うん、いっぱい、ピザとコーラとか、あと私なんか思ったんだけど、うん、おじいちゃんと柴犬、まあ確かにいいんだけど、うん、赤ちゃんと犬って可愛いよね、可愛い、うん、どっちかっていうと、いやでも赤ちゃんもだ単独でやっぱ強いじゃん、そうだよ、なのに犬出しちゃう、柴犬も強いもんね、どっちも強いとか、赤ちゃんと柴犬でいいのかも、なんかおじいちゃんと赤ちゃん普通だから、おじいちゃんじゃ首おじいちゃん首にして赤ちゃんと、あ、そうだね、なんかたまに、ね、めっちゃ仲良くしてるね赤ちゃんとワンちゃんいるよね、ツイッターとかでさ、そうそうそう、なんか犬の方が耐えてるというか、うん、分かった分かったみたいな、犬の方がなんかお兄ちゃんみたいになってる、そうお兄ちゃんだと思ってるのかなとか言って、なんかスタジオも柔らかい笑いに包まれるみたいな番組たまにやってるよね、おいおい、でもおじいちゃん首かも、じゃあ、うん、おじいちゃん首まず今日はそこからだね、赤ちゃんと柴犬、うん、2位いいのもね、うん、でも赤ちゃんと毛布もさ結構ぴったりだと思う、冷房と毛布より、何あの、うん、赤ちゃんと何を合わせたらいいか決定戦になっちゃう、赤ちゃんを決定戦で、で、え、赤ちゃんとスカートも絶対可愛いと思うしな、着てるっこいいよね、うん、たまに、あと赤ちゃんがいたらさ、ランキング圏外のさ、ガチャピンとムックも赤ちゃんとムックだったらちょっと可愛いし、可愛い可愛い、赤ちゃんと小山力也さんもいいと思う、あ今日じゃ振り返っただけでちょっと終わってしまいましたけど、とりあえず、第2位が赤ちゃんと柴犬になりました、はい、はい、ということでここまで引き続きあなたがもう最強の組み合わせをジャンル問わず募集しています。得意空、久保ゆりか、アルマキア情報局、ここでアルマギアプロジェクトからのお知らせです。アルマギアプロジェクト6枚目のシングルの発売日が決定しました。
ちら発売日は2019年10月23日です、うん、新たに2組のディーバとマーギアが誕生、うん、ディーバはティアとケラという新キャラクター、うん、マーギアはミアと、マーブルという新キャラクターになります。すごい新キャラですよ。そうですよ。こちらの4人のキャスティングにつきましては、うん、もうちょっとお楽しみにください。予想想像してみてください、ね、楽しみ、はい、さらに今回の CD は DVD 付き、すごい豪華。ここです、内容ですがアルマギアオリジナルミニアニメーション映像を収録、今作の4人のキャラクターが出演予定、ね、初だよね、映像ねアニメーションね、とても私たちも楽しみです ね、はい、こちら最新情報は本番組と公式ツイッターホームページにてチェックしてください、うん、はい。そしてアルマギアプロジェクトフィフスシングルミュージカルコネクトは現在好評発売中です。はい、最初からマッシュアップ前提で書き下ろされた同 CD に収録のミューキャットソロ楽曲シンガーソング、はい、ベスターソロ楽曲クラウドスキップの2つのメロディーが重なり合うとてもエモーショナルな楽曲に仕上がっております。はい、そして久保さんがディーバとして参加したパレードプロトコルディーバフェスタ、小倉優衣さんがディーバとして参加したルッキングオーダードイディーバクルシュ私がディーバとして参加しているスカイメーカーディーバミューキャットはそれぞれ好評発売中です。詳しい情報は随時ツイッターや公式サイトにてチェック。以上アルマギアプロジェクトからのお知らせでした。ただ久保ゆりかアルマギア情報局。得意空久保ゆりかアルマギア情報局、エンディングの時間です。番組では皆さんからのメッセージ大募集しております。今度は2人でこんなこともやってほしいも募集中、うん、デュエットチャレンジ、あなたの相談に即興ソングでお答え、ディーバ対戦、うん、私たちが決着をつけますアルマギアナイマギア、うん、組み合わせは無限大最強デュエット決定戦、まあ、今日ちょっとおさらいしましたけれども ね、はい、その他そうだ感想私たちのおさらい挟んでたらさやっぱもう全然進まない一生進まないよ久しぶりにやるから半年ぶりぐらいに多分やったぐらいなのにおさらいで終わっちゃってさもうだんだん改変じゃん。そう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 、うん、ああやばいね。でもやっぱ赤ちゃんが強かったもんな。赤ちゃん強いってことがちょっと判明しちゃった、うんうん、だって下手したらもう1位も赤ちゃんに変えちゃう。赤ちゃんと赤ちゃんが一番可愛いからね。可愛い可愛いね、双子の赤ちゃん可愛いもんね。双子強いと思う。確かに見守っちゃうね。見守っちゃちょっと色今後ももしかしたら進まないコーナーになるかもしれないですけど、ね、でももっと赤ちゃんにぴったりでもなんと思いついたかったぜひ送ってくださいね。そうそうそう、2位が一生変わり続けるのかな1位なのか、まあ、ぜひぜひ送ってください。待ってます、うん、宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送得意空久保ゆりかアルマギア情報局各コーナーまで。メールの場合はマギアアットマーク JOQR.net です。マギアは小文字で MAGIA となっておりますよ。はい、はい、次はもしかしたら、うん、あれイベントコイベントコーナーかな、うんうんうん、ね、今日も来る方よろしくお願いします。何をするのか、そうだよまだ何も知らないね、ね、何か、うん、みんながなることがあるのかも、かも分かんないですからね。まあない可能性の方が高い。そうだね、はい、でも何か発表があるかも分かんないですから、うん、期待に胸を膨らませて来てください。はい、待ってます、はい。この番組は隔週更新なので9月15日のこの時間は同じ内容が放送されます。次回第39回目は9月22日に更新です、うん、お楽しみに、うん、ということでここまでのお相手は得意空と久保ゆりかでした。バイバイ。この番組はアクアアリスの提供でお送りしました。